コウ、1990年4月22日イは、日本のヒップホップ MC。韓国、日本のハーフとして生まれる。芸名、コウの由来は、韓国人の父、コウタツオに由来する。18歳で、プロデューサーのリキとレコーディングを開始。その後、プロデューサーの318と出会い、ガン・スミス・プロダクションと契約。2014年にデビューアルバムである、モノクロームをリリース。 2015年に1月1日には、モノクロームより先に収録されていた、実質ファーストアルバムの、口なしをリリースした。10月28日には、ダートをリリース。12月27日には、リクイドルームにて、ダートコンサートギャラリーを開催。2016年に2月から4月にかけては、全国ツアー、サードアルバムダートツアーを開催。2月28日、 スペースシャワーミュージックアワーズでベストヒップホップアーティストを受賞。2016年にフランク・オーシャンがリリースした曲ナイキスのマガジンバージョンでコーが客演した。また同年発売された歌が光るのアルバムファントームに収録の冒却にも客演した。7月にはフジロックフェスティバルに出演。ステージ上で12月に地元 王子でのコンサート開催を宣言した。12月18日には、地元北区王子、北戸ピアサクラホールにて、ライブに王子を開催。2017年には、全国ツアー、ライブ17を、東京、名古屋、大阪、福岡にて開催。2019年2月1日に、急遽、アルバム、アンタイトルドをリリース。収録曲、アイオンとエービリオンでは、 ワンオークロックのタカがゲストボーカルで参加。6月には6月12日に東京 EX シアター六本木で行われたアナーキーのアナーキーザキングツアー最終公演にサプライズで登場ムーンチャイルドファックスワックを披露。7月にはフジロックフェスティバル出演。10月から東名阪ツアーアンタイトルドツアーを開催。 2020年1月16日に LINE ューブ渋谷にて、ライブインコンセールを開催。ステージ上で自作での公名義での引退を宣言した。4月29日にアルバム、ワーストをリリース。アルバムサウンドトラックミックステープ、iTunes プロデュース客演 TV 映画。ありがとうございます。